立川彩杏です。はい、今回はなんとこのお二人に来てもらっています。どうぞ。はい、渡辺里央です。はい、エイミーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、この3人で YouTube を撮っていきます。今回はですね、何をするかと言いますと、じゃじゃーん、データカード出すアイカツプラネット対決をしていきたいと思います。イエイイエイイエイ。新しく始まった2段では1段と違ったスイングが出るんだよね。2段も可愛いスイングがいっぱいあるから、すごい楽しみ。楽しみですね。ということで今回はこちらのデータカード出すアイカツプラネット2段のスイングを使って対決をしていきたいと思います。それではやっていきます。ショー。はい、ということでですね、今回は3人で3回戦対決をしていきたいと思います。それではまず第1回戦目は私とリオンでバトルをしていきます。はい、頑張ります。リオンとバトルをしていきたいと思います。リオン今初めて、本当に初めてやるんです。今楽しみ。曲も増えてるんだよね。そう、新しい。あ、ほらほらほら、新楽曲、新曲増えてます。素晴らしい。また明日をプレイしていきたいと思います。私の一つ目のスイングはですね、こちらホロスコープタイプのフォースサジタリウスです。こちらはレアですね。メインバトルは2段で出ますね。こちらプレミアムレアのピュアフルフェニックスです。レベル7で、あのスキルがですね、メインバトルにセットしたらレベル1。クライマックスバトルはレアのファンタジックペガサス。いや、こちらもね、ちょっと衣装が変わっているので、ぜひぜひチェックしてください。頑張るぞ。はい、私が使うスイング一つ目はアイビースリーピングのレアですね。これを使いたいと思います。メインバトル、あ、これも可愛いんですよね。デザートアラビアンナイトっていうフクロウかな、フクロウをモチーフにしたのかな。これレアで、これをメインバトルに使いたいと思います。次ですよ、しおりと言ったらこれ。クライマックスバトルで使うのはワンダーランドテイルですよ。プレミアムレアの、これはですね、アリスをモチーフにしていて超かわいい。これをクライマックスバトルに使っていこうと思います。かわいい。すごいよ、もうすごいよ。ぜひとも見ていただきたいぐらい。え、ステージかわいい。勝つのは私です。え、かっこいい。かっこいいでしょ、ピュアフルフェニックスのイメージ。めっちゃかっこいい。オープニングバトル。あ、いや、
をやっていきたいと思います。はい、まず私が一つ目に使うスイング、ピュアスリーピングというスイングを使用します。ハートフルギフトカップキャンペーンのキャンペーンレアのスイングで、仲間にラブリーケットシーがいたら仲間ドレシアゲージがするスイングになっています。次もキャンペーンなんですけど、これラブリーケットシー、これもキャンペーンのスイングで、ヘアカラーがカラメルブラウンだったらメインバトルレベル1アップということで、メインバトルで使用します。クライマックスバトル、スコーチアラビアンナイトというスイングで、相手がスイーツだったらクライマックスバトルレベル1アップでございます。はい、私がオープニングバトルで使うスイングはトップチェリークレープです。かわいいし美味しそうですね。はい、メインバトルではピスタチオバニラマカロンを使います。これはメインバトルにセットしたら仲間がレベル1アップします。クライマックスバトルで使うスイングなんですけど、キャンペーンのやつでアイカラーがハートフルピンクだったらドレシアゲージがアップします。頑張って勝ちましょう。かわいい、かわいい、かわいい、頑張ろう。あ、かわいい、かわいい。高評価にコメントもレイディー